こんにちは。アマゾン S サポーター、堀秀夫です。今日は Amazon のセラーアカウント解説。まあ、その時のね、えー、書類をいくつか提出するんですけど、アカウント作成の書類提出は、年収1000万円の採用に提出する履歴書だと思って提出して,出してくださいというお話です。まあ、私の会員さんでも、まあ、a z o n 室で売り上げ3万ドル以上、 えー、行ってる会員さんが何人もいらっしゃいます。まあ、そのうちの一人のね、この飲食店のオーナーの方の、まあ、インタビューと、ここに画像をね、ね、えー、売上の画面キャプチャーの画像を貼ってありますけど、まあ、月間売上3万ドルとすると、利益がだたいね、えー、30%なんで、えー、90万円。で、月に30日稼働してると考えると、 空いてる時間に数時間作業するだけで、1日3万円の利益を取れているわけです。これね、まあ、日によって働く時間違うんですけど、1日6000作業するとしても、時給5000円。1日2時間作業するとしたら、時給1.5万円と、1万5000円というようなね、金額になるんで、なかなかこれだけ条件のいいね、仕事っていうのはありません。ですからね、その価値のある講座を開くんだということでね、 えー、きちんとした書類を提出してください。なんかね、えー、うまくアカウント開けませんと言ってね、提出した書類を見せてもらうと、まあ、時給、ねえー、800円あるいは600円のね、でも本当にあの名前書いた履歴書でもね、えー、採用するような、えー、しょうもない仕事にこう出す履歴書みたいなね書類出しちゃってる場合があるんですけど、それ非常に 恐ろしいことですしね、もったいない。これ、それでアカウント作れなかったらもったいないんで、本当にあの、Amazon の知らアカウントってのは価値あるもんなんでね、きちんとした書類を提出してください。でちなみに、ねえー、時給換算して5000円、悪くても5000ぐらいの、ね、ポテンシャルなの仕事だということなんですけど、さらにもう売り上げ規模とかね、えー うまく使えば本当と,とんでもなく稼げるプラットフォームになってます。これね、もしかしたら持ってる方とか見たことある人多いと思うんですけど、この a n カー r というね、バッテリーメーカーがあります。ここはね、ほとんど Amazon だけで販売してます。ね、Amazon だけで販売して売り上げ1000億円です。年間1000億円の売り上げがあります。そして、2020年の8月には、ね、上場を果たしてます。 バッテリーなんてね、正直、特にすごいバッテリーなわけじゃなくてね、ただのバッテリーですから、誰でも作れる商品を Amazon 使ってね、うまく販売すると、なんと1000億円も売れてね、えー、上場できちゃうという、まあ、それだけのね、えー、魅力のある売り場、プラットフォームになってますんで、1000万円売れる、えー、1000万円売ってるその Amazon のセラーアカウントと、私たちの作ってるセラーアカウントと全く同じもんですからね、 えー、そういうのを考えれば、ね、その書類出すかなというのを考えてね、慎重にアカウントを作っていただきたいと思います。もちろん、書類これでいいでしょうかとかね、変あの何か書類じゃなくてね、えー、追加の連絡来て、あの返事これでいいでしょうかというのはね、サポートしますんで、お気軽にどんどん確認やご質問ください。そんなわけでね、これ定期的に言わないと、なんかね、 えー、その書類出したのっていうのをね、出す方がたまにいらっしゃいますんで、うん、その時給600円、800円のね、えー、その誰もやりたがらないような仕事じゃなくて、もっと全然稼げる可能性もあるし、ね、とんでもなく魅力的な、えー、プラットフォームね、Amazon のセラーから登録して、まあ Amazon 始めてるだけで、現にね、えー、月何十万あるいはね、それ以上稼いでる方、えー、たくさんいらっしゃいますんで、ぜひ。 きちんとした書類を出して、えー、無事セラーアカウントを登録してください。Amazon s u p p o ー,ー,ー堀秀夫でした。